はい、皆さんこんにちは、キックです。今回もこちら、サガスカーレットグレースヒーローの野望、実況していきます。前回の動画はまだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。ということで、まあ長らくね、ビキニの辺境集の噂話に首を突っ込んでいた私たちでございますが、最後の最後で最後の敵が出てきたっていうんで行ってみたら、まあまあメタメタにされまして、いや僕本当に途中までね、勝てないんじゃないかと思ってビクビクしてたんですけど、これここで引き返したら動画どうなるんだろうと思ってそんな心配してる場合じゃないだろうって感じなんですけどね、なんとか勝てましたので、まあビキニの辺境集のねイベントは一区切りかなというところなんですが、はい、お察しの通りですね、パーティーがまあボロボロなんでございますよ。この前ほどじゃないかな。なのでちょっとまたね、LP を少しでもいいから回復して次に向かいたいところでございます。今回はどこにしようかな。なんかこことかちょっと連戦できそうな雰囲気ありますよね。まあないかもしれないまあイージーバトルなので、ちょっとここで LP を回復していこうかなと思います。まあまたね、毎度のことながらじゃないですね、2回目ですもんねこれねただ本当に連戦するだけなので、何かあった時はダイジェストでお送りしますということで、では行ってきます。お、ガシゲキライオンスワーキャンプ言えてなかった気がするねガシゲキバランスセンタースクラップ。遅いんだよ。完全に油断してたのがバレちゃったねはい、ということで、ハイライトでお楽しみいただきました。さっきと場所ちゃうやんけっていうご指摘はごもっともで、さっきの洞窟ね、一回バトルしたら消えちゃったので仕方がないので隣の州まで移って、ここでやってました。で、ちょっとねバトルに出したメンバーが LP 減っちゃったりして、純粋な像というわけにはいかなかったんですが、途中ねこうメンバーを多少入れ替えたりしながら、こんな感じでまあいい感じに皆さんの BP じゃねえ LP を回復させていただきました。で、まあ早速次の目的地に向かおうかというところではあるんですが、鍛冶屋に寄っておきたいな。ちょっとそろそろ武器を鍛えてもいい頃合いかなっていう感じがするので、あ、スピラ島のイベントはまだ残ってたのね。エピローグがグルモンのアタシラにとっちゃラッキーだった。そうなんだスピラ島を領奪しようなんて欲は書かない方がいいよ。そうですね、なんかバロールの目とか置いてありますからね、柱の石が入り込まないように見張っとくのが一番いいでしょう当てになるのかねとか言っちゃって、さてじゃあ鍛冶屋寄っていきましょう。ちょっとねこのところスネイルくんのひらめきがちょっとさちってきてるので、お、なんかスカッシャーが濃になるだけでひらめきの数が5から6に増えるのは、面白いですね。ちょっとこっちにしておきましょうか。お、カジュアランカップ。まあでもちょっとここで打ち止めみたいですね。で、あとどうしようかな。例えばブリーン、あー、パワー系が標準系になっちゃうけど、一旦いいか、一旦いいや。あとはメイジスタッフを、あ、これにしましょう。読めない読めません。お、なんかひらめき技数が2になる。あ、これ欲しいです。素材が足りない。タマムシのローブは素材が足りない。あんまり素材がない。あ、これいけましょう。レイギンの盾、あんまり素材が足りねえんだな、悲しいな。これは、お、たたら一番にしときましょう。あとはグ
グレイブをじゃあ獣人の槍にしておきましょうか。グラディウス技巧系が標準系になるのか。毎回思い切って変えちゃいましょうか。どうしようかな。ちょっとあんまり運動性下がるの嬉しくない気がするからこっちにしよう。カジアランカップ。まだいける、まだいけるね。じゃあこの強いやつにしとこう。ロングソードは一旦置いといて、アーメントゥームって持ってたような、持ってなかったような。カーンさんが今持ってる槍は獣人の槍か。ちょっとじゃあアーメントゥームにしておきましょうか。どうしよっかな。じゃあこれもコクの方が強いからこっちにしとこうかな。あ、まだいける？あ、ウィングドランスにじゃあしておきましょうか。お、おまけしてくれる？やった。さて、コンセッシュ系統変わっちゃうな。系統変わっちゃうけど作っとくか。1本でもこの系統変わっちゃうなって時はですね、はい、今までめんどくさいんでやってこなかったんですけど、一回町から出て装備を付け直してくれば問題なし。ちょっと標準系で強化していきますか。で、ここで早速標準系じゃなくなっちゃうんだよな。これでちゃんとドレスソードが2本になるんですが、これを鋼鉄の突剣にしたらまた次があれに飛んじゃうような。この接収に止めりゃいいんですけど、あえてここでシルバーフルーレに入るってことをしてみましょうか。あ、そうすると強い標準系のレイピアに来れますね。お、じゃあ鋼鉄の突剣回にしておきましょうか。お、カジアランカップで、まあ鋼鉄種は1本持ってるので、これでまあ標準系と技巧系でそこそこ強い証券が1本ずつってところですね。一旦こんなところかな。まあ、また機会があれば鍛冶屋来ましょう。では、次はどこだったかというと、忘れちゃいました。名前を見れば多分思い出す。セレナエフ州、はい、セレナエフ州です次は。というわけで、じゃあセレナエフ州に行く前に今回前にが多いな。なんか確か全部揃ってた気がするので寄っていきましょう。来たわよ。曜変天目編持ってきました。私の家よとかね。タリアさん言わなさそうだけど。イルカの自責持ってきました。欲深き者には見つけられないって言われてるけど、あなた見つけられたので意外だ。失礼だな。タリアさんいかにも無欲に見えるでしょう。はい、モーキー流木持ってきました。亀がびっしりってちょっと想像したらびっしりかと思っちゃったな。お、揃った。やった、刀いただきました。まだまだあるの？そうなの？じゃあちょっともう一回入って受注しておきましょうか。来たわよ。蜂の巣蜜、土割り草、南国ツバメの巣。蜂の巣蜜、あ、栄養豊富なんだ、美味しそう。そんだけヒント。土割り草、地割れでできた谷間に生えると言われている珍しい植物。どこにあるんだろう。
南国ツバメの巣は鳥の巣がたくさんあるといえばね、あそこですよね。後にしよう。これじゃ西南府州行きますか。もうと思ったら蜂の巣早速見つけました。まあ後で持っていきましょう。あれ、なんかタリアさんが2人いるんだけど、今ここに私がいたわね。落ち着いてんな。何を言ってるんだ、お前はここにいるのは当たり前だろ。そういうことじゃないのよ。あら、カーンさんは見逃してたみたいですね。わかったぞタリア、また俺を担いで楽しもうっていうんだな。まあありそうだから困るよね。そんなつもりはないんだけどな。まあいいわ。ちょっと入ってみましょうか。じゃあ気になるから。あ、出てた。何何、なんか厄介ごとに巻き込まれたら嫌よ。泥棒。何何、物騒な街ね。ロニ君は割と治安のいいところかと思ってたが、そうでもないみたいだな。おい、そいつを捕まえろって。そいつってどいつ。この私を泥棒呼ばわりとはいい度胸ね。タリアさん泥棒に間違えられちゃった。タリア、お前まさかって冗談だよね。面白。油断させよって腹だろうが、そうはいかんぞ。そんな目立つ格好じゃ見間違いがない。さあ私の指輪を返すだ。なんか厄介なことに巻き込まれちゃった。違うって言ってるでしょ、やっちゃいましょうって。やっちゃうのはダメよ、荷物出します。ほら何にもないでしょ。それとも服も脱がなきゃダメかしら。言うねタリアさん。確かにあんたに間違いなかったの。一体どこに隠したんだ。だから私じゃないって言ってるじゃない。無理もないわ、私の目を疑ったぐらいだもん。証拠が出てこないことにはどうすることもできんな。言っていいぞって。あら、お詫びが欲しいぐらい。そうよね、お詫びが欲しいぐらいよね。何だったんでしょうね一体。全くいい迷惑ね、ほんとほんと。カーン見逃しちゃったからね、一言だと思って。一体何のつもりかしら。何か目的があるの。そうね、また現れるでしょうね。さてというところで、まあちょっとね、もう一人のタリアさんの正体も気になるところではありますが、一旦スルーしてセレナイフ州へ。ここ何かあるわよ。なんかちょっと今までと言い方違うな。セレナイフ州は面倒なところなのよ、やらなきゃダメ。そういうことを乗り越えるためにあなたにお願いしてるんだから。また意味深なこと言って。こいつね。いたいた、こいつね。なんか誓いを立てさせられたよね。まあ、とりあえずやっておきましょう。あら、洞窟に落ちたわね。言ってみればわかるでしょ、いつも通りにね。なんかちょっと遊ばれてる感じがしてやだな。まあ行ってみましょう。まあ2連戦ある。岩壁にぽっかりと開いた洞窟、流れ星はこの辺りに落ちたようだが、まあ行くしかないっすよね。地層と粛清が2人以上一致するパーティーで戦うと潜水が6個、全バトルでインタラクト技を発動すれば鉱石片が3個、防御ダウン中の敵に技ダメージを2回当たれば鉱石片が3個手に入りますので、やっていきましょう。まあ流星が落ちたんだからね、あってほしいですけどね。さて、はい、1戦目のパーティーこんな感じです。防御ダウンはね、トマトさんで狙いつつ、まあ、クイーンさん、スネイルさん、
インタラクト技持っているので、これでインタラクト技狙いつつ、であと、ハウスとクイーンの2人がですね、金魚で地層と粛清が一致しているので、これで2人以上一致するパーティーで戦いつつというところでやっていきましょう。数が多いな、数が多いのやだな数が多いのやです。まずちょっとじゃあ防御ダウンを仕込んでおくか。誰にやるのがいいかな。まあ適当でいっか適当にやるなって感じですけどね。金魚術がな、ホーリングレールしかないからな、使いどころ難しいんですよね。ちょっとスター狙っていきたいな。お、ナイススターン、ナイスナイス。うわ、間に合っちゃった。うわ、マジか、防御ダウン入れたいんやが。骨属性だから、アクセルスナイパーチャレンジ。どうしよっかな、間に挟まれてハウスが落とされるの嫌だよね。ソードスロー関節攻撃だから、確か、カウンターもできませんと。どうしよっかな。間に合っちゃったか。デストネーションは微妙に BP 足りないな。ちょっと栄翔に時間かかっちゃうけど、生命の雨でも踏まえておきましょうか。土でも噛みな。トマトさんにも言ってたな、今やだな。村上がめっちゃ痛いし、めっちゃ痛いし麻痺は解けない。麻痺ってる間になんかやられちゃいそうな気もするな。あ、またソードスロー構えてますね。ちょっとスターン狙っていきたいな。私に託すのよ。お、ナイスひらめきこんなに早くひらめくと思ってなかった。はい、サザンクロスに発生しました。おやすみ。もう倒せた倒せた、やった。あ、こんなになっちゃったか。お、マヒ溶けた。冷徹撃に BP 持ってかれちゃったな。あ、どうしよっかな。スターンさせられたら嬉しいな。もう一回インタラップ出したからいいけど、またインタラップ狙ってみましょうか。めっちゃ凝視してくるやん。うわー、混乱増えちゃった。僕でいいの？僕でいいの？もう何もねもう土でも噛みな。予約されちゃったらダメって言えないからね。あ、結構いいダメージ。はい、で危ない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 。あー、なんとかタリアさんが、なんとかタリアさんが生命の雨を備えきるまでみんなで頑張って耐えてほしいな。土でも神な。お、タリアさんの後ろに行けた。よし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 、ナイスワンカップ。壊したよ。倒せた、ナイスナイス。カウンターアドサイチした。そしてここで生命の雨が、わあ、いい回復です。これはいい回復。何するのよ。やられちゃったやられちゃいました。一撃じゃしょうがないね。またアッパースイングとか。そしたら地獄断面でいきたいですね。行司はちょっとスタン狙っていきたい。わあ、まひっちゃった。あ、まひっちゃったな。想定外ってか。倒してくれ倒してくれ倒してくれ。わあ、よし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 。のんびりセーブのまひが解けます。まだ頑張るのね。あら先行されてますけど、しかもソードスローか。わあ、先行できねえ、もうできません。うわー、マジか。インタラクトも入れねえしな。
マジか。弾けるわよ。弾けるわよ。ちょっとホーリーグレール唱えてみましょうか。一回ホーリーグレール炎症始まったらまあ倒しちゃっても大丈夫。あるいはハウスで倒したかもしれない。まあ勝てばいいんだ。まあ勝てばいい。まだ育つのかな。ハウス様は一段と強くなったのだ。さてこれで地層と粛清が2人以上一致するパーティーは達成ですと。でまあインタラプト狙いつつボールダウンも入れていきたいのでまた同じパーティーでいきましょうか。あらなんか構えてんな早速。おっじゃあまあとりあえずひとまず挨拶代わりの時切り。どうしようかな、どうしようかな、なんだよな。ちょっと空気投げとかいけたらいいけどな。どうかな。あんまりあれだな、あんまりいろいろやりたくねえな。ダゾクセに統一するか。さあハイエンさん入らず痛い。さてわ、急フォーカスか。じゃあアクセルスナイパーっすね。キルはちょっとスタンさせておきたいな。防御ダウンか、そっか防御ダウン入れとかなきゃな。あースタンせず土でも神な食らっちゃうな。これでインタラプトは完成。うわ耐えた、よかった。防御ダウンを入れておく。オッケーオッケー。痛い。チュークダメージは猛感なんでね、ここから2回技ダメージを入れていかないといけません。競争か。まあ打属性、打属性に絞っておきたいな。打属性に絞っておきたい。打属性に絞っておきたいので、こんな感じでいきますか。割り込まれないと思う多分。ああナイスアタック。この2人が大好きだからな。毒ダメージで落ちちゃったら技ダメージ1回達成できなくなっちゃいますからね。倒せない。おっ前の毒ダメージ。ハウス様に続け。潰れたな。倒せた倒せた。おやったやった。まだ育つのかな。よし来たぜ。いや成長してる、いいっすね。ハウス様は一段と強くなったのだ。着物がきつくなるわ。はい、ちゃんとフラックスいただいておきましょう。ひらめくといいな。ホーリーグレールだとちょっとやっぱりね、使いどころがね。はい、3つとも全部達成できました。よかった。ないじゃん、ないじゃん、なになに、また先に持って帰っちゃったの。情報集めましょうなの。やだな、めんどくさいな。めんどくさいなとか言って、なんだなんだ、誓いを軽んじる者に裁きよって、何の話。あ、なに、命が削られた、誓いを重んじようって、やっぱり面倒な誓いだったわね。どうすれば悪霊から離れられるのかしら。なんかちょっと面倒なことになりましたと初めてのような反応していますが。
このイベントも初めてではなくてですね、もうずいぶん前のことになるので忘れてしまったかと思うんですが、こいつに目つけられてなんか誓いを立てさせられたじゃないですか。で確かあの時僕殺さないっていう誓いを立てたと思うんですけど、今バトルをして敵を殺してしまったので、誓いを軽んじたとみなされて、何が起きたかというと、はい、タリアさんの LP の上限が今1減りました。でこれ誓いを破るたびに LP の上限がどんどん減っていって、最後1になった時に何が起きちゃうんでしょうねっていうところですね。まあ、そこまで言ってしまうともうオチになっちゃうので一旦ここまでにしておきますが、ちょっと情報収集しましょうという誘導もあったので、誘導とかめたいこと言っちゃった。まあ、一旦ね今日はお時間もお時間なのでここで切りますが、続きはね次回やっていこうと思います。ということで本日はここまでご視聴ありがとうございました。